3219。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。片井さやなです。ゆりきちです。ゆりです。はい、今日はね、みんなでたこ焼きパーティーをやりたいと思います。はい、楽しみです。楽しみです。それぞれが食べたいたこ焼きを選んで、いろんな具材をね、揃えたんですけども。はい。じゃあ私は、おにぎりバージョン、焼きおにぎりです。焼きおにぎりでたこ焼きを作る。はい。それがレイナさんね。エリキさんが、はい。はい。はい、私は、ネギマヨ塩。あ、塩なんだろうね。ネギ、ネギ塩マヨ。塩たこ焼きベースでマヨネーズとネギでトッピング、ね、はい、ソース使わないソースは一切使わないです。はい、で、ゆりさんは？私は、シューマイ皮ピザ、ピザシューマイ皮ピザ、ピザ風ピザ風たこ焼き、これは何？シューマイの皮で包んで、うん、ピザっぽい味付けでたこ焼きです。そうですね、ピザっぽい。たこ焼きではないですよね、うん、たこ焼き器で作るピザ、ピザ、ピザ、はい、はい、僕はね、プリンとチョコです。いや、ちょっと好きだ、聞いちゃう。はい、はい、ではやってみましょう。みるみるランド。たこ焼き粉でまずベースのトップバリュー生地を作っていきます。タコ、はい、タコ切っちゃいます。タコっての大きさこれぐらい、このぐらいで大丈夫だと思う、うん、で縮んじゃうんですよね。そう、結構半分ぐらいになっちゃうから、なんかそのままで食べたいよね、タコだけで。ね、本当ですね。タコ、おかえりなさい。お願いします。これなんか今日ね、エリキチさんたこ焼き器持ってきてくれたんですけど、年季が入ってるんですけど、はい、10年ぐらい前に妹が突然買ってきて、で、家でもう 何十回もやってるたこ焼き器なんで、はい、ちょっとよく作るんですか、こうやってたこ焼きは。そうですね、年に4回ぐらい作ります。年に4回、春、夏、秋、冬ぐらいにやりますね。たこ焼きと、その後ね、あのミックス粉、はい、パンケーキのミックス粉で、うん、ベビーカステラ、あー、なるほどね、作って、チョコレートとか生クリームとか、はいはい、妹がよく食べてます。はい、そう、めちゃくちゃ安いんですよね、たこ焼き。そうなの？980円ぐらい。え、これ、うん、そんな安いんだ。なんかドン・キホーテとかで180円、980円で売ってます。アマゾンのモノマネお願いします。3、2、1。ありがとうございます。やりやすいやつ、もうできる、すぐできるやつからいきましょう。やっぱりスタンダードな、はい、たこ焼きがいいんじゃないですか。えっと、じゃあ、そうですね、まず最初、エリキチさんリクエストの塩ネギマヨたこ焼きからいきます。今日皆さん白で、すごい明るい感じで打ち合わせしたかのような白の、ね、これ塗るなんかポイントとかコツとかあるんですか？ないです。ないですの後にアマゾンやってください。でなんか油塗るときコツとかあるんですか？ないです。ありがとうございます。アマゾン、アマゾン、アマゾンエリ、アマゾンエリ。すごいキャラだ。アマゾンエリ。え、じゃあできない、できない、絶対できない。やってみましょう、とりあえず。ゆりさん、アマゾン。どっちか、アマゾン、まあ、できてるけど、かわいい感じのね、うん、ママゾン、ママゾン。ママゾン、ママゾン。じゃあ、レイナさん、アマゾン。難しいですよね、言われると。鏡見て目が、目が動いちゃう。ペコちゃんみたいな感じ、かわいい。目がいい。まっすぐ見れない、右に行かなきゃ見ないから。意識はね、あるけれど目が行っちゃう、口より目が。あの箱見ながらの方がやりやすいんじゃない？あれ見ながら、実際のアマゾン見ながらだと。ゆうさん、好きな食べ物は？プリンです。
ちょっとなんか目が笑ってる。レーナさんに何か振ってください。はい、レーナさんのアマゾン、レーナさん好きな食べ物は？たこ焼きです。なんで目動いちゃう？口が動かず。難しいですか？あ、かわいい。ペコちゃん。ペコちゃんだよね。あ、ペコちゃんっぽいですね、確かに。ペコちゃん。なんかホットケーキの匂い。ね。あ、うちのですね。いい音、いい音だし。なんか熱の伝わりがいいですね、この機械。でも早っ。ね、安いのに早いというか。すごいすごい。うちダメなんですよね。なんかすごいしっかりしたやつのクッキー陣。明太チーズ美味しい。明太チーズっていうのは明太子にチーズが入る。はい、一緒に入れて。あ、一緒に入れるの？はい。これがないんですよね、今ね、何も。キムチでしょ？あ、これだ。うん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 。あ、美味しそう。ななやかですね。ねえ、美味しそう。いい感じで。これ気持ちいいよね、くるくるしてくるくるするのがね、楽しいですよね。これほんと綺麗に焼けますね、これいいなぁ。欲しいな、また丸くなるのかな。そうですね。あー、これチーズが、これチーズ、チーズがね、うん、生地足します。ここどうしようかな。大丈夫？うん。あ、どうだろう、ここに。大丈夫じゃん。大丈夫、うん、いっちゃう。やっぱエリキさん上手いですね。上手いですね。くるくるするコツは何ですか？これも躊躇なくこの外側をぐる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 すると行きます。アマゾン。うん。うまい。すごいなんかワイルド系のアマゾンだね。それね。ワイルドアマゾン。ワイルドアマゾン。アマゾンの人だね。アマゾン。ね、こんなに早く焼けるなんていいですね。ね、うん。ここで少しなんかオリーブオイルとかかけたりするとカリカリになって美味しいね。なるほど。揚げっぽく。揚げたこ焼き。うん、なんかあっという間にできそうですね。まあ、これいいですね。ネギ塩マヨ、うん、はい、ネギ塩マヨなんで、うん、これまず取っていただいて、ネギと塩とマヨ入ってんのこれ？違います、あの上にかけます。ああ、そう、あの取ってからかけるのね。取ってマヨネーズをかけて、うん、塩をかけてネギをかける。あ、じゃあお手本にお願いします。はい、わかりました。じゃあこれ1個マヨネーズをかけぐらいかけて、うん、から塩ですね。あ、これ塩って手づかみ。手づかみ。いいですか？なんかパラパラとちょっと多いかなと思って、その後に、あ、ない。手でやってます。こういう感じ。はい。おお、あ、美味しそう。ネギ塩ネギ入れるっていうのがやっぱりね、ネギ塩。銀だこでもそうですか？あ、確かに、なんかちょっと私のもいろんな種類のね、そう、いろんな種類のね。かわいい。エリタコお願いします。かわいい。エリタコ今日ずっとエリタコでお願いします。いや、ちょっと喋れない。笑うときはアマゾンで笑っていってもらって。じゃあ、食べていきましょうか。はい、いただきます。うん、どうですか今日のお味は先生。うん、うん、美味しい。美味しい、うん、よく焼けてますね。うん、よく焼けてます。うん、うん、結構高い。塩はさっぱり。うん、美味しい。なんか大したコメントも言わない今は。言わない今は。中のタコがすっごいプニプニしてます。うん、うん、いただきます。これは美味しい。うん、塩ってすごいですね。うん、なんかさっぱりいただけますね。うん、うん、
本当にさっぱりですね、うん、なんかでも旨味がすごい、うん、マヨネーズもいいアクセントがあって、うんうんうん、ネギも合うし、なんかこれ食べ続けられる感じですね、飽きずに。タコが絡んできますね、うん、うん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 、これ美味しいです。美味しい、すごい美味しいです。さすが、うん、じゃあ次のやつを明太子のサイズをお願いします。でも多分このまま、うんうんうん、ね、いっちゃいましょう、うん、はい。あ、なんか音がいい、カリカリする、うん、あ、チーズ、うん、チーズ、まあ、チーズって言えてないけど、チーグみたいな、かわいい。うん、口に入れた瞬間からチーズです。へぇ、あ、美味しそう。明太子がもう焼けてますね。焼けてますね、うん、噛んでるとだんだん明太子の味がして、うん、チーズとね、まあ、絡んできて、ね、美味しいです。へぇ、うん、明太子がね、熱をすごい超吸収、うん、すごい、うんうん、うん、ね、美味しい、うん、ずっと熱々してね、うん、熱々が好きな人にはおすすめ、おいしい、明太子すごい、明太子すごい熱々、うん、明太フランスとかとちょっと似た感じがします、うん、外側はカリカリで、うん、中に明太子が、クリーミーな感じが、うん、美味しさ、明太フランスっぽギュッてしたよ、うんうんうん、確かに。では続きまして、格的ですかね、ここら辺ですね、はい、韓国っぽい、うん、なんかチヂミとかなんか、うん、キムチのチヂミっぽい、チヂミっぽい感じですね、うん、韓国来ましたか、うん、この格的は結構歯応えがちゃんと残ってて、うんうん、食感がまた違うから美味しいです、うん、ここ、うん、あ、本当だ、韓国っぽいね、うん、ね、ですよね、うん、キムチが入ることで全然風味が違います。たこ焼きじゃないよね、これ、うん、そう、うんうん、違う食べ物、うんうん、完全に違う、うん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 、チヂミっぽいね、食感はね、あ、チヂミ、チヂミ、そうです、そうです、うん、もう今3種類食べただけですごいいろんなバリエーションが、バリエーションが全然違くて面白いです。満足感がすごい楽しいですよ ね、 いいすね、やってて、うんうん、でもまだまだこれから、これからだからあります、ね、はい、とりあえずこれ当たりバージョンとして取っときます。あとでロシアンたこ焼きをやる時のためにタコが見えてるから、見えてる、これはすぐ分かる、これは、うん、安全な感じがしますね、うんうんうん、それからもう1番、2番、3番とか番号振っちゃうとか、あ、番号いいですね、網田くじみたいなんで、それにしよう、それがいいですよ、みるみるランドなのね、はい、続きましてこちら焼きおにぎりにするために今ご飯を炊きました。はい、これにまず混ぜご飯風スプーンで味付けをしていきます。ちりめん、梅ちりめんをしてもらって、うん、感じで、これ2個今炊いたんですけども、うんはい、でこれにもうちょっとだけゆかりも入れます。入れました。で、さらにごま油を、はい、このごま油を入れてあげることで後で油をたっぷり敷かなくてもいい、なるほど、そこまで考えて、そうです、先手先手をそれがカタリストレーナーのやり方だとなんかそういうやつを答えづらい、そう、そういう感じですかね。あ、大丈夫、あ、よく炊けてます。これ実はですね、これ何合炊いたの？2合、2合で冷めても美味しいんです。あ、じゃあ後で余ったらおにぎりにして、いや、もうおにぎり状態になるので、もうそれは冷めても次の日でも美味しいし、お弁当にそれ持ってても、あ、じゃあそのまま冷めてもそのまま食べれる、なるほどね、それを見越して、先を見越して、先手先手、それがカチャリスト、レイナのやり方だ。カチャリスト、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 大丈夫かな、それ何の大丈夫かななんですか。この油の入れ具合、あんまり入れすぎても油っぽくなって美味しくないし、うん、でも入れないとこの混ざりが良くないですね。これはよくやるんですか。い
や、あの初めてのレシピです。初めてなんですか。はい、あのたこ焼き器自体もお家ではないので今回いろいろ調べた中で、あ、調べたのね。そしたらこのやり方が出てきて、書いてあって、あ、これはじゃあぜひやってみたいと思って。これでも、フライパンにこう丸く引いて焼いても良さそうな感じですね。それで切るという切り分けて食べて、うん、ね、美味しそう、うん。その油の色が今日のスカートの色とマッチしてますね。マッチしてますね。レモンイエローみたいな。レモンイエロー。はい。このまま、ね、うん、美味しそうで美味しそう。美味しそう。さすがゆりさん。え、何？ギャグった。ゆりさん何つったの今？しそは美味しそう。これは、はい、これ笑っていいところですかこれ？そうだよね、まさにそうだよね。ゆりさん、じゃあもう一回お願いします。なんで笑ってごまかす笑ってごまかすパターン釣りあるので、多分おいしそう。シソだけに、シソだけに美味しそう。もうね、これも割といい音してますね、パチパチと。丸めてるうちにだんだん丸まってくるから、ちょっと多めでいいって書いてありました。これなんかいいですね。あのさ、あのライスバーガーみたいな感じだよね。あ、発想的にはね。あ、そうですね。ちょっと多めに、うん、そう、ごま油、ごま油と赤しそ、ここに青しそもまた入れるとね、うん、美味しそう。美味しそうね。美味しそうだよ。うん。なんかじゃ、今回じゃこなんです。じゃこなんですけど、別に何でも好きな具材を入れてクリックしてもらいます。ちなみにあのネギとかが残ってるのって入れても全然いい。入れましょうかね。両方はい、ありますけど、2種類分けていきます。そうですね。これはいい。前を割ってみなさん、あ、はい、じゃあ、いや、もうほんとそんなもんで全員しないで、そうですよね、なんか見かけるのはそんな感じ。そうそうそう、体の火力がしっかりしてるなんて、うん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 、一家に一台。本当にいいですね。こうやってみて、なんか、あ、これなら、ね、食べてもいいよね。思いました。油引いたんですか。うん、引いてる。あのローラーでこうガーって、ローラー車でガーって、罰ゲームのローラー車で。あれで決まったよ。はい。写真をこの上に置いて焼きながら焼き殺すってどう？すごいね、ですね。すごいね。なんか押さえた方がいいと思うかな。うん、なんかね、うんうん、そう。こんな感じ、こんな感じ。いい感じ。だからそれで形を作ってくるね。押さえてあげた方がこの形がフィットするみたいなので、あの木が全部。うん、余分な風景が抜けて、うん、おにぎりみたい。あ、そうそうそう、うん、おにぎり甘いおにぎり、うん、あ、なんかネギがいい感じの色もありますね。すごい、たこ焼きだって書いたんですか。うん、これなんか何点とかあるんですか。あ、何点は点数にして、で、そうだね、順番決めて、うん、いきます。で、順番一番低かった人はそのわさびとかでします。あと、うん、でこのね、たこ焼きダーツをやります。お、数字が高い方が美味しいものを食べれる。そうそうそう、いける、いけそうな気がする。あ、いけた、いい感じだ。いけそうな気がするってあったよね。詩人、詩吟、詩吟、あ、詩吟。おー、いいじゃん。いい、すごい。お、いいですね、ゆりさん。焦げ目がついて美味しそうですね。うん、あ、こっちあとくるつした。焼きおにぎりです。ほんと。で、シソが入ってるから。
美味しそう。弱々しい。弱々可憐な少女みたいな。可憐な少女。やっち。もう一回お願いします。もしかしたら、レイナさんもう一回お願いします。いや、難しい。今、暑かったから、暑い。はい。3、2、1、9。8。監督が違うんだよね。じゃあもう江戸吉先生お願いします。3、2、1、9。1。あ、かわいい。じゃあゆるさんお願いします。3、2、1、9。怪しい。怪しいね。いやらしいですよ今の。なんかおかしい。昼下がりのちょっと怪しい。思わぬ。変な声が出た。ね、固まって熱くなってるところが分かった。その勢いが大事なんだよね。クッて思いっきりこう回して、だから、うん、後でこう入れていくという。おっ、大丈夫だ。一人様子がおかしいじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫。何としたの。ハマっちゃうね。大丈夫ですか、ゆりさん。もう回さなくなりました。もう回すのに加わらなくなりましたからね。そしてビールを飲む。ビールを飲む。だんだん形になってきて、さっきからさ、なんかね、入れようとするよね、回んないと。足そうとするよね。頑張れる。ゆりさん、1個やんの何分かかるんですか。同じところを。できた。できた。1個。格闘のせい。やっと。そしてビールを飲む。あれですか、壊すんじゃないですか、せっかく丸まって。せっかく丸まったの。なんかこのみんなでついてる感じがいい。いいですね。お鍋とかと一緒。そうですね。いいですね。この円がまた可愛いですよね。うん、もういいんですか、食べ頃ですか。じゃあ食べてみましょうか。はい、今そんなのすごく弱い。このまま食べるんですかね。このままって書いてありましたけど、はい、とりあえず1個このまま食べてみる。じゃあ、いいリアクションです。すっごい熱い。うん、おいしい。カリカリと、もうちょっと焼いても全然いいと思います。中はホクホクね。ちりめんとシソの香りがいい。美味しいです。あ、そういえばネギが入ってるから、ネギの味が。あ、そうかも。美味しい。たこ焼きだと飽きちゃうから、間にご飯のやつを加えると一番美味しいですね。焼きおにぎり、たこ焼き型焼きおにぎりです。あ、カリカリだね。ちょっとカリカリなんですよ。
焼きおにぎりだから、うん、香ばしくて美味しいですね、うんうん、なんかちょっとせんべい食べてるよね、うん、あー似てるかも、うん、コーヒーがいいんですね、うん、はい、コーヒーが美味しい、食卓でこう熱々でね、カリカリで、カリカリで、うん、すごい美味しい、こっちから気をつけてください。何気に一口サイズだから一口でいけるけど、行くと熱くて、うん、うん、梅しそのね、うん、香りが、うん、あ、これ、うん、イネス美味しい、うん、美味しい、ね、うん、もう多分明太子とかも合いそうだし、ですね、うん、そう、うん、明太子できますね、じゃあ次、うん、いいかもね、美味しそう、うん、すいません。今何そこに。中に。中に。レナさん天然サラダ可愛い。たまにやってくれる。めっちゃ可愛い。じゃあマヨネーズつけてみて。あ、いいですね。ちょっと動揺してます。動揺してる。いただきます。うん、甘い、うん、味が変わって面白い。うん、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 甘い、熱かった。一口で、紅しょうが美味しそう。紅しょうが明太マヨ、うん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 、しました。あ、うん、うん、うん、うまい、うまい、うん、美味しい、うまい。あ、紅しょうが大好きなんで、うん、さっぱりして、うん、めちゃくちゃ美味しいです。うん、うん、いい、明太マヨも美味しい。うん、やってみよう。うん、チーズとかちょっとやってとろける感じでも、うん、とろけていいかも。チーズいいかも。あ、こっち皮です。あえて、あえて、あえてですよ。あえて、それは。じゃあ、乗せます。あー、なかった。再現、再現 VTR です。また仙太郎さん見たらパワハラとなる。いや、突っ込まれちゃうからね。突っ込まれちゃう。チェックだね、毎回。なんか最近これ多いのね。おぉ、じゃあ仙太郎さん。仙太郎さん。あ、もう仙太郎さんね、そう、そうですよ。なんかレナさんがいつもいじられてる回は、なんかこれが多いっていう。もう首長だね、隠れ首長。あと何マヨと紅生姜入れてます。紅生姜ね。紅生姜、まあ、お好きだったら、うん、うん、チーズはいいですか。あ、じゃあチーズなんか全部トッピングしてみましょうか。チーズ何個で溶かして、それでとりあえず、うん、紅生姜の主張が強い。まつげ長いですね。全然違う。ありがとうございます。噂では分かんない、横から見て。まさかのおばちゃんぐらいの勢いだった。いや、なんとこう、今のは僕は、うん、あえて何も言わないで終わろうかなってしたんだけど、いいのが来てくれてよかった。よかった。よかった。美味しいよ。合う合う、明太子。マヨ。うん。うん。うん、はい。あ、いい、チーズいいね。チーズ美味しそうだね。美味しい、これは美味しいね。これタコ入ってないですよね。入ってないですよ。タコ入れても美味しいかもしれない。やばい、ね、確かに。うん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 。本当握り風に何か入れても、軸を入れても。あ、そっか、焼いた上に乗せればちょっと取って、うん、うん、焦げないし、シーみたいな。ちょっとこれをね、焼いてみたくなった。あ、この間キャンプ行ったからね。うん、焼いて、なんか玉ねぎを、なんか美味しい、玉ねぎめっちゃ美味しかった。美味しかったね、玉ねぎ。美味しかったです。アルミホイルで、そのままアルミホイルに入れて
って、うん、で焚き火の中にボーンって置いて、うん、1時間ぐらいかな、あれ、うん、そしたらすごい柔らかくなって、うん、トロットロで、うん、口の中に入れた瞬間なくなる、トロッとろ、うん、すごい美味しかった。そうだよね、落ちちゃ絶対できないね。なんかジャガイモとかもそういうふうにやってる。ジャガイモもジャガバターでやって、あれも美味しかったよ、あれも美味しかったです、すごく、うん、ベーコン美味しい。作れるかも、これ。よいしょ、あ、うまい。迷いなく、ここがいいところですよ ね、迷わない、ズバッといけるところがすぐ行く、うんうん、強みだと思って、うん、香りがチーズか、また葉っぱを割るとまろやかな感じがする、うん、うん、チーズも合う、クリーミーになりますね、すごい、うん、とろける感じ、うんうんうん、あ、焼きおにぎりとチーズも合いますね、うんうん、美味しい、うん、うん、マイルドな感じ、うん、コクが加わって、うんうんうん、おやつとかに出てくる、あー、いい、幸せの絶頂ですね、そうだね、うんうんうん、これやってほしいですね、うん、うん、すっごい簡単ですね、朝炊いた、うん、夜炊いたご飯残りでちょっと混ぜて、まあいいね、焼くだけで、うん、なんでなんで、いい、まあ、キュウリ美味しい、うんうんうん、美味しいですよ。ね、美味しい。よかったです。暑、うん、いの大丈夫ですか？大丈夫です。美味しいです。なんかね、楽しめるから子供も一緒に。うんうん、子供が家庭でも作ってくれるので、ね。確かに、うん。上手になりそう。うんうん、じゃあもうゲームやっちゃいましょう、最後。うん、やりましょう。はい、でここにわさびのやつとフリスクのやつを作ってもらって。うんうん、そこに。うんうん、え、どこに、あ、違う、ゼーラさんマイナス10。